自分発信で楽しみながら課題解決を動かしていこうねっていうのは言っているのでそういう主体性を持って取り組んで楽しめるっていうのはいい環境かなとは思います、ね、皆さんこんにちはジョブディスカバリーオンライン MC の下尾でと申します今回もよろしくお願いいたします 本セッションはですね M3 様より山添聖弥さんにお越しいただいております、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい、今回のセッションも前半で企業紹介を山添さんからいただきまして後半では働く環境だったり求める人物像といったテーマでいくつかお話を伺っていきたいと思っております <music> それでは早速ですけれども 企業紹介をお願いしたいと思います山添さんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたしますではここからですね私の方よりあの m3 株式会社の説明をさせていただければと思いますよろしくお願いしますしお願いしますはいで先ほど紹介に預かりましたがえっ、ー、と私山添と申しまして実はですね私も新卒で m 3に入社しておりますで今ですねあの 我々のコアな事業部ですけれどもセア企業向けの支援を行う事業部でマネージャーをしておりましてあのこの4月もですね新卒のメンバーにも入っていただいて大活躍中です。で今あの人事も兼任しておりましてこの度登壇させていただいております。はい、まず皆さんの中に M3 ご存じでない方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、M3 ですね2000年に創業しました企業でございます。 でこの、まあ、M が3つで M3 ですけれども、まあ、このメジシンでメディアメタモルフォーシスというところで,ですね、まあ、医療にインターネットを活用して、まあ、変革を起こしていくというところからですね授業をしておるところですで今は、まあ、日本でもはもちろんのことですけれども、まあ、米国ですとか、まあ、欧州アジアと、まあ、幅広くグローバルでもですね授業を展開しております。はい、でこちらが我々のミッション なんですけれども、まあ、かなりこれはですね、会社にもかなり浸透しているようなミッションで、まあ、さっきのこの M3 の由来にもありました通りインターネットを活用してですね、まあ、あの健康で楽しく長生きする人を1人でも増やすというところと、まあ、この効率化をもってですね、不必要な医療コストを1円でも減らしていくとこの両輪を回すことをミッションとしてですね、我々活動しています。 でここに3つですねトピックとして書かせてもらっているところこれが我々の強みになってくるわけなんですけれども、えーまあ、その中でもですね我々あのこの課題解決力と、まあ、人材というのが一つコアなあのアセットになっておりますので、まあ、我々はあくまで、えー、医療の会社というわけではなくこういったこうあのテクノロジーだとか人材だとかこのアセットを活用してですね、まあ、医療を題材に課題解決、えー、ビジネスを行っている会社だと、えー、認識いただければ幸いでございます。 でこちらなんですけれども、まあ実は2000年にあの創業してからですね、まあ我々の売上利益ともにですね、もうあの綺麗な右肩上がりというところでございまして、我々先ほどのですねミッションをこう貫きながら社会的なインパクトとあの企業の成長というものを両立してきています。かなり急な存在かと思います。はい。でこれがですね、まあ今までそしてこれからを見せた時の我々の三つの成長エンジンというところです。 まあのミッションもかなり我々は大切にしているので、まあ、社会的なインパクトということをです、ねまあ、大前提に置きながら、えー、この3つ今の事業を拡大していくそして2つ目、まあ、新規の事業そしてこれグローバルも含めたさまざまな領域にこれを展開していくというところ。 で3つ目にです、ね、まあ我々の課題解決というところでこれらを組み合わせてシナジーを生み出していく、我々エコシステムシナジーと呼んでいるんですけれどもこれをです、ねえー、と貫き通してこれをエンジンとして今後の成長も我々は持続的にやっていければと考えています。はい でまあ、これが国内で,です、ね、最もあの我々のアセットになっている M3.com と、まあ、我々が事業を始めたこうスタートとなったものといっても過言ではないですけれどもこの医師の9割がです、ね、活用するこのプラットフォームを武器にしてです、ね、まずは製薬企業のプロモーションの効率化というところから事業を出発させていきました。 はい、でこれは今展開している事業のごく一部なんですけれども、まあ、そういったです、ねえー、とマーケティングみたいなところの支援から、えー、と実は、えー、薬の開発みたいなところの効率化これはかなりインパクトを出しているところでありますけれどもそれに加えて、えー、医療機関自体の DX であったりと、まあ、この医療を題材としてです、ね、幅広く先頭を走ってです、ね、変革を起こしているというのが我々です。 はいまあ、少し直近で言うとですね M3AI という会社を設立しましてここでは我々が開発した AI 以外もですねプラットフォーマーとしてこの医療、まあ、この業界としてですね AI の風を浸透させていくといった意味合いも込めてですね他の会社様があの開発した AI も含めてですね我々が現場に届けていくというのをミッションに活動していたりもします。はい で国内だけではなく実は我々の医師会やアセットというのはですねグローバルにもわたって、えー、展開あの拡大しておりまして今実はこの世界の50%の先生っていうのは我々と何らかの関係がある我々の会員となっているような、えー、現状となっております。 でそこからですね、さっきのトリプルエンジンという話もありましたけど国ですとか事業というものを拡大させていきながら今後ますますの拡大を我々も狙っておりますのでより多様な人材一つのエンジンであった優秀な課題解決力というものを今後も必要としておるというところです。はい 実際ですねグローバルも一般的にこう難しいと言われるような国地域であってもですね我々は参入をして授業を新調させていくというところもあるのでここも相当なノウハウを持って今後展開していく予定ですこの展開にあたってさまざまな企業様をですねグループにお迎えしながら M3 としても大きく成長しておりましてもうかなりグループ会社もですねこの10年ちょっとでですね大きく広がっていきます。 でこの中で実際に経営に当たる、まあ、その近くで,です、ね、指揮を執る人材というものは今後もますます必要となってくるでかつこれがあるから成長を実現したところでもありますのでぜひぜひ、えー、これから入られる方々もです、ねえー、とこういったところの一線級で活躍いただくようなです、ね、キャリアを歩んでもらえればなというのがわれわれとしても思っているところです、はい、ここまでがわれわれからの企業説明になります、はい、ありがとうございます。<laughs> 私が初めて M3 さんを知ったのはもう多分78年前とかだと思うんですがもうこうしてお話を聞くたびに変化されているというか <laughs> 大きく成長されていて毎回驚かされますね。えー、そうですねな、まあ、なかなかあの まあこの、まあ、78年といったところで,です、ね、あのマクロ的なあのトレンドもありましたけれども、まあ、我々もこの、えー、アクセルを緩めることなくあの事業を拡大して、まあ、この医療業界というのは変革を導いてきたかなという自負もありますので、まあ、これを今後も落とさずです、ねえー、やっていきたいなというのが我々のミッションですねなるほどあの途中で、まあくまでも医療業界の会社ではないんだという話もありましたがあの改めて誰にどんな価値を提供している会社だというふうに捉えれば。 一番近いででしょうかそうかそすね、まあ、あの医療業界ではないと言いつつもです、ねまあ、我々が主戦場として、えー、と皆様社会に価値を提供していくのはこの業界ではありますとただそこで身につくスキルですとかキャリアというものは、えー、まあ 他の業界に出てもです、ね、あの通用する、まれ、あ、わは他の会社と比較しても1000級の,この最先端なスキルを使って事業を拡大していたそういう意味というのも含んでおるところですね、はい、まあですので、まあ、やっぱりこう我々は先ほどあったこの、まあ、かつレガシーでかつインパクトの多い業界大きい業界に対してです、ね、しっかりと価値を提供していきながら、まあ、国民の皆様、皆様含むです、ね、方々に大きなインパクトを届けていくというのがもう我々の,もうあのコアなミッションというところになりますね。はい 先ほどあのミッションで2つあったと思うんですが、はいまあ、ただただ長生きするではなく健康で楽しく長生きする人を増やす1人でも増やすというまずこの前半についてお伺いしたいんですけれど、はい、そのために例えばこういう事業があるこういう取り組みがあるというのはどののようなものがあ,かあ,ありがとうございます。まあそれででうとですね、えっとまあ、我々の 事業の出発点でもあったこのプロモーションの、まあ、デジタルの支援というのもですねもともとこの新しい治療が生まれた時にこれをいち早くあの、まあ、皆様方に届けるという意味合いではですねしっかりこれをこうあの幅広に情報を届けるのが大事だというところで、えー、とまずそこで医療のアクセスというところもですね一つ主眼に我々は事業に取り組んでまいりました。で、えーとまあ、そこもですね、えー、とコアな事業としながら今後我々としてはですね まあ予防みたいなところですとか、まあとはオンライン診療も含めたえと医療自体のアクセスというものを広げていくというところで、そういったところも含めながらですねまあ皆様の健康というものをサポートしていく、長生き、楽しく生きていける人を増やしていくというのをですね授業として体現しているところでございます。なるほど まあ本当日本の平均寿命って長いですけれど、うん、なかなかこの健康寿命との乖離みたいな課題もよく聞きますよね。そそうですねこ おっしゃる通りでして、まあ、ただただ長生きしてもあのしょうがないで、まあ、これは我々だけではなくて、まあ、製薬会社はじめとする、まあ、医療従事者の方々もそれを切に思ってあの、まあ、新しい薬ですか治療というものに邁進しているところではありますけれども、まあ、それを我々はより一層加速させていくというところで1、えー、つ業界を支援させていただきながら、えー、やっていくというところです、ねはいはい、ありがとうございます。はいえー、ミッションの2行目には不必要な医療コストを1円でも減らすと といいうワードもあったと思いますこちらも社会課題としてよく語られるところだと思うのですが、えー、あの御社の事業とのつながりを少し解説していただいてよろしいですすかあ,ありがとうございます、まあ、例えばその、われわれの一番コアな事業部といったところも、ですねもともとお薬のプロモーションですとか、まあ、プロモーションというとあれですけれども、これを先生に知ってもらうための活動というものは、まあ、MR さんといわれるこうオンサイト、まあいわゆるこう足を使った営業というのが主体になっていて。 まあそこに多額の費用がかかっていたというのがこれまでの業界構造でした。うん でまあ、なかなかこう業界からです、ね、インターネットというのも他の市場から比べると、まあ、導入が遅かったのかなとも思,い、えー、思うところでありますけれどもそこに対してこのインターネットを活用することによってわれわれは企業として利益を上げながらもマーケットにかかるそういったこう無駄なコストというものは、えーまあ、押し下げながらですね効率化を図っていくというところで事業を進めておりますので、まあ、そういったところからですねあの足元あの、まあ、着手しているところではあるかなと思います。はいいありがとうございますあの本当に この医療業界を変革していくというナンバーワンプレイヤーだと思うんですけれど競合となるような企業さんというのはそもそも存在するんでしょうか、えっと、そうですね、まあ、いわゆるこのバッティングをしているような会社様需要として重なりがある会社様というのはもちろんいらっしゃるというところでありますけれども、まあ、我々は先ほど申していただいた通り やっぱりこの強大なアセットと,あと今までのノウハウだとか、えーまあ、人材というところをです、ねえー、と武器としながら、まあ、あくまで競合というわけではなく、まあ、トップランナーとしてこの業界をこう推進していく、まあ、作っていくという意気込みですとかそっちの方が強いんで、まああのでかねてからこれはあの社長ですとか、まあ、上も含めてメンバー含めてですね、えー、と思っているところでありますけども M3 らしさ。 ユニーク我々だからこそできる価値というものを届けていくという意味では、えーまあ、競合ではなく自社でできる 100%120% を授業として体現していくことが、まあ、我々の戦い方かなと思います。なるほどということはあまりその同業他社競合他社との差別化みたいなことはさほど気にされてないという。 そうですね。まあ、もちろんその差別化というよりかはもう M3 だから、うん、M3 ではないとできない価値というものを社会に届けていくというのがもうあの我々の戦い方というところです、ね、なるほど。そういう観点でいうと M3 さんならではの強み、特徴というのを改めてお聞かせいただくとするとどうでしょう。あ,ありがとうございます。 まあそうですわれわれ、M3 ドットコムだとか、まあ、この業界で長年、先頭としてやらせてもらっていたところもあってうち、えーまあ、に持っているようなデータであったりですとかあの、うん、先陣を切ってですね、AI 活用等にも投資をしていたところもあるので、まあ、この業界に対する AI の開発力だとかプレゼンスというものは非常に高いものになっています。うんで 先ほどこうエコシステムシナジーという言葉ですとかまあ既存事業の拡大というのものが出ましたけれども逆にこう他者が持っていないえまだ手を出していない足りていないところに対して我々は今こうアセットとして持っているのでまあこれを活用したビジネスの立脚であったりですとかまあ課題解決というものをえもうひたすらやっていくというところですねまあこれが我々の,そのユニークな戦い方の1つかなと思います。 近年でいうと、やはりその ai っていうのが一つのトピックにはなるのかなというところですかね。そうですね。これはあのかなり大きいかなと思いますね。まあ,あのもちろんその ai とて言ってもあの何でしょう？まあ、それをこう活用開発していくにはまあデータだとか人材っていうのは欠かせないもので、まあ、そこに対して我々は膨大なデータみたいなところはすごく優位性を持っているところであるので、うん、あのここは本当にあの非常に重要なキーワードですし。しそれをしっかりビジネスを落としていくのは我々だとも思っているので。 そのリアルにまあ我々がこう医療機関を受診するとしてなんですけれど、はい、結構その AI 診断みたいなのはもう浸透してるもん,なんですかえとそれでいうとですねここは今からっていうところですね、うん、まあこれを我々がこう種まき的にやりながらこれを業界のスタンダードとしていくことがまあ一つの使命かなと思いますで、まあ、実際にですけれども、まあ、先ほど M3AI みたいなところは実際にクリニックに導入してさ、えー、まざ、あ、まなもうあのクリニックで活用できているところでもありますし まあプレスにもさ出させていただきましたけれども、まあ、この COVID-19 の、えーまあ、診断画像診断 AI というところでですね、まあ、我々が開発をして、まあ、実際に医療機器としての承認も取得して展開しているところでもありますので、うんえー、ここをしっかりスタンダード化していくっていうのは我々の一つの使命かなと思ってます。なるほど AI 以外、まあ、AI も含めてでも構わないんですがちょっと今後という意味で言うとこういう領域に注力しようとしているんだみたいなお話は何かお聞かせいただけるものはここはですね、かなり我々も幅広くこうフィールドをとっているので、はい、まあ一概にこう私の口からここでこうパッとこう説明、えー、及ばないところもあるかもしれませんけれども。まああの 一つはですね、われわれこの DX と、まあ、今あ、一つこうバズワード的にもなってますけれども、まあ、あの製薬企業のプロモーションというところの DX をどんどんと進めてきたわけではあるんですけれども、先ほどあったあのクリニックですとか、はい、まあよりわれわれが患者さんとしてこうあの相対する、u、まあ、は u x になるようなところですね、えー、ここのについてもですね効率化をしっかりと図っていきながら、えー、まああの医療現場としての DX、まあ、患者さんの活動としての DX を推進していくのは一つでございますと。 でえっとまあ、もう1つはですねあの、まあ、今、我々の,そのコアなビジネスであるところもですね、まあ、ある種、成熟したタイミングからと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、ここはこう今までの活動をインターネットを通してリプレイスしていくあの代替していくということをぐっとやってこれた、まあ、このトレンドを作ってこれたわけですけど次は M3 がいないと。 まあこのインターネットを活用しないと現場でもできなかったこと今までもできなかった一つのスタンダードをここでも作っていくとまあ既存事業もやはり我々ユニークな価値で伸ばしていくというのがまあ今後かななと思ってますなるほど、まあ、やってた活動をネットに置き換えるのではなく今までできてなかった活動ができるように、えー、ネットユニーク M3 ユニークというのが一つのキーワードになるかなというところです。なるほど あのどん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 こう新領域だったり新サービスだったりというのは増やしていらっしゃると思うんですけれども、えー、この新しい領域やるぞと決めるときに一番重視するポイントって何ですか例えば分かりやすい例で言うと儲かりそうみたいな話もあると思うのですが御社の中においいいいててはどううう判断ががなされているんですすかあ,ありがとうございます、まあ、もちろんですね、えー、と我々もビジネスとしてやってますしまあそのビジネスとしてやってるのを、まあ、一番の背景というのは我々はこうやはり心の 今後、この業界を開拓していかないといけないので、まあ、その投資に回すといった意味でも、まあ、しっかりとそこでビジネスのインパクトを出すというのは1、まあ、つ重要なファクターではありますと、はい、でただ、ですねやはり一番大きいのは、まあ、我々のミッションでこの医療課題というものをインターネットを通じて解決していくというところで、うん、なんでしょうやっぱり課題ベース。 えーまあ、今まで解ける課題というものはどんどん、まあ、解ける課題としてこう紹介していくのはもちろんなんですけれども我々は解けそうな課題をいかに見つけるかなるほどでここに対して我々はどうやったら解けるのかというのを、まあ、ここをこう重視しながらですね、えー、新しい価値を生み出すということが一番コアなところなので、えーまあ、もちろんビジネスとしても大事ですけれども、まあ、あのコアはそこ,、まあ、そこのミッションというのは我々としては強く持っているところです。 行くんだとそうですね、もう他社といいますかもう業界としてのもう一つの変革というのが大<ー>々的なテーマにはなってますなるほどスライドの中でもありました20年連続成長中であると、えー、でスライドの中での成長中の,この角度異常だと思うんですけど <laughs> そうですねあれを実現できるというのは何が一番のキードライバーだと思われますか中にいらっしゃる山添さんから見て。 そうですねもちろんその課題が大きいところに対して我々はメスを入れてきたでそこに対して応えるだけの人材と、まあ、あのアセットというものも積み上げながら事業をまあ推進してきたというのがまあ一つ、まあ、大きいところかなと思いますし、まあ、そこからです、ね、連続的な成長を遂げるという意味でも、まあ、一つの課題ではなくやはり業界全体の課題として捉えて多岐にわたる事業だとか、まあ、多岐にわたる課題解決をこう積み上げていく結果がこれかなとも思っていますし、うん、まあ今後もです、ね、我々は日本、 かつグローバルも含めてこれをやっていくというのがまあ今後の我々ですのでまあここもですねより角度高く今後も成長していければなと思う次第ですね。はい、ありがとうございます。ちょっとご自身のお話も伺ってみたいのですが、はい。えっと山添さんが2019年の新卒のご入社、ね、あ、そうですね。<で>2019年ですね、はい。その時っていうのはどういう理由で M3 さんに入ろうっていうのを決められたんですか。あ、ありがとうございます。 私はですね皆さんももしかしたらご視聴いただいている方々も今そういうことを考えられているのかなと思うんですけれどもこの IT 医療,医療とはまず関わらずですねこの IT だとか一つ授業を通してですね実社会にインパクトを出してそれを価値として還元していくっていうそこの先頭として授業を作る担える伸ばせるそういった人材になりたいなとそういう価値を出していきたいんだというのをです、ね、念頭にキャリアを考えてました。 でまあ、その中でいろんな会社さんですとか、まあ、本当に素晴らしい会社様ばかりですけれども、はい、やはりそこで目を、まあ、止まったといいますか、まあ、ここだと思ったのが M3 だったと、まあ、先ほどのこの課題解決というのを業界の最前線としてやっていてまだまだこの業界としてですね企業としてこそ成長は続けてますけどまだまだ予約が多いなと我々もそこを課題として、まあ、今後のミッションとして捉えているところであるんですけれども、まあ、そういった機会の多さ であとは、まあ、わあの最大のアセリトといった課題解決で私が支持する、まあ、メンターとなりうるようなはい、はい、え尊敬できるようなメンバーというのが、まあ、かなりですね、えー、M3 として私は印象に残っていて、まあ、ここでですね、まあ、あの課題解決というのをあの最前線でやりたいなという思いでですね M3 に入社したとというところですねその思いというのは達成できているんでしょうか。 確実にこうインパクトを感じながらあのしっかり自分が出した価値っていうのを、えーまあ、手触り感を持って感じながら、えー、できているところかなとも思いますしあと M3 はですねまあ,あのなんでしょう誰が言うかではなくて何を言うかが大事。年齢だとかバックグラウンドっていうのは関係なくて、まあ、あの出る杭はもうしっかり伸ばしていくというところもあるので、まあ、私もですね、えーとまあ、こう大学卒業して入らせてもらって。 でこういろんなこう成果を出していくとと,ともにあの機会もいただきながら、まあ、今ではこうチームも率いてです、ねまあ、メンバーと一緒にやっていくという1、まあ、つのこうキャリアとしても程よいこうストレッチを持続的にあの機会をいただきながらやれているところかなとも思うので、まあ、成長実感ともにその仕事の実感値も持ちながらです、ねまあ、やれているかなと思います。なるほど 2019年のご入社なので4年目というところだと思うんですがそうそうでですねそうですよねねそ、はい、そこでもマネージャーとしてチームを率いているというのが、まあ、業界によるのかもしれないですけどすごく早いなという印象なんですが、えー、マネージャーとして今お仕事されている中で一番大事にしている考え方とか価値観とか何かかありますすそうですね、まあ、あのこれはもう何でしょう。 まあメンバーの時かからと言いますか、まあ、私が一番こう現場でやってる時からもあの一番重要にしてるところだったんですけれども視座、まあ、をしっかり高く持つっていうのは、まあ、あの非常に重要かなと思っていてかつ我々のミッションっていうのはかなりこう、えー、全社代で浸透しているので、まあ、みんなそれを思ってるわけなんですけれども何、はい、かこう目の前の課題ではなくて目の前の課題だとか自分がこう 今解けける範範囲囲自分の範囲だけで考えないやはり会社代でこの課題解決何ができるのかっていうのをしっかり考えながらやっていくでそれをこう実現するために人を動かしながら巻き込みながらやっていくなんかやっぱりそこをすごくこうあの意識してやっていくっていうのは、えーまあ、ずっとこれ,これまでもそうですけれども、まあ、あの今現時点でもこだわりを持ってやってるところではありますねでしっかりこれをメンバーに伝播させていきたいですしあの盛り上げながらみんなで医療課題を解いていきたいなと思ってます。 はいいありがとうございますこれから入ってくださる方々の働き方というようなテーマに続いて移っていきたいなと思うんですが、はい、働く環境や求める人物像についてですねこれもまずは山添さんから解説をお願いいたします。ははいいわかりました、はい 働き方というところでまずこう我々1年目から学べることと、えー、ここで書いてますけれどもまあごまごまですねいろんなことが書いてるかなと思います。で、えっとまあ、ただ大きく2つでですね、えー、もちろんあの我々の,あの成長のドライバーでもあった課題解決力、まあ、ここはですねしっかりとあの身につけてもらうというところで、えーまあ、1年目からですねいろんなプロジェクトに参画いただく、まあ、自分からオーナーシップを持って動いていただく、まあ、もちろん支援ありきなんですけれども。 その中ででこういいいっったた課題解決力は高いレベルで身につけていただけててだればなと思ってますでもう一つですね「授業のまあ創出」と書いてますけれどもここはですね我々の課題解決というものは、まあ、さっきあった解けそうな課題をいかに授業として解いていけそうかみたいな、えー、こう打ち手ありきではないあのそういった捉え方もしてあのやっていただきたいなと思っているのでここをですね大きく1年目から伸ばしていただけるんじゃないかなと思っています。 1>, でですね、1年目からこういった内容と聞くとですね、えーまあ、なんだこれとあのそんなこと1年目からできるのかとな思うところもあるかもしれないですけれども、えーとまあ、ここは心配ご無用というのが、まあ、我々でございましてかなりですねその中でも、まあ、何でしょう研修に偏ることなく、えーまあ、オン・ザ・ジョブで偏ることなくですね、まあ、バランスの良いようなあの体系だった支援というものをしていまして。 まあここに書いてあるところではあるんですけれどもさまざ、あえー、まな、あ、座学からこう自分でハンズオンでやるような研修みたいなところもそうですけれどもあの、まあ、メンタリングですね、えーまあ、あのメンターという制度とあとはですねこの育成人材育成をミッションとしているです、ね、タスクフォース的なチームからも別でメンターを立てる。 伴走させていただくことによって、まあ、多角的なフィードバックですとか、えーまあ、皆さんが働きやすい環境っていうのを実現しながらですね、えー、とまずはこの,、えー、この研修というので地固めをしていただくという形になりますでその後ですねしっかり伴走この後もあのもチーム含めて伴走しますけれども、えー、実業も含めながらですね、えーとまあ、ビジネスのフィールドにおいてもこの 身につけたところを学んでいただくブラッシュアップしていただくという形になるかなと思います。はい、でですね、えーとまあ、その中で,です、ねえー、とこの3年間ハイレベルにまずは駆け抜けていただきたいというところで今、えー、想定としているところではありますけれども、まあ、ご入社3年間に関してはですね、まあ、我々のコアな事業部、えー、ですね、えー、と世企業の、えー まあ課題解決プロモーションだとかマーケティングの支援を行っているの事業部で3年間ですね、まあ、みっちりとそういった執念、えー、を積んでいただきたいとここでですね一人前として成長していただきたいなと思っています。で、えっと、その後なんですけれども、まあ、我々ですね実、まあ、事業部としても多岐に渡りますしあの役割も多岐に渡りますので、えーまあ、そのスライド下部にいくつか書かせてもらってますけれども、まあ、そのままですねこういったあの課題解決にあの進んでいただくというのももちろんですし。 まあ,あとはですね、えーとまあ、違ったフェーズ、まあ、01ですとか一重みたいなよりこうスモールなフェーズでチャレンジしていただくですとかあとは我々 M&A も活発にやっておりますので、まあ、そういった事業開発的な側面でキャリアをつ作っていただく、まあ、あとは今後です、ね、我々も注力していくグローバルでやっていただくですとか、まあ、あの IT なのでデジタルマーケットあのデータプラットフォーム、まあ、サイエンティストみたいなところも含めて、まあ、幅広いこうキャリアというものをですね 能動的に設計ししてていいいただけるよううなあの、まあ、ローテーテション制度というものをです、ね、導入しています,、はいでですねえー、と実際この,、えーまあ、あの本選考というものも受け付けてますけれども、えー、とより解消していただくためにというところで,です、ねえー、とこの、えー、秋シーズン、まあ、秋冬のシーズンにおいてもです、ねえー、と一部こういったこうあの 本選考直結型のです、ね、イベント等も用意しておりますのでぜひぜひ興味のある方はです、ねえー、とこちらからエントリーいただければなと思っております、はい、で一応あのこれはあの参考というところではありますけれどもあの参加していただいた方に関してはです、ねえー、とそのまま本選考に進んでいただいて、えー、とまあいただくというようなフローもご準備しておりますので。 はい、ぜひですね皆様ふるってご応募いただければと思っております皆様と会うことをです、ね、我々もあの楽しみにしておるところでございます、はい、でですね、えーとまあ、最後、まあ、これが行動規範というところですけれども、まあ、実際我々が求める人材というものをもです、ね、これの体現できるようなポテンシャルがある方というものを、えー、と求めていますで、えー、とまず私の我々の会社ですねカルチャーもしっかりした会社なのでここを非常に重要視しておりまして、えー、くしゃみと。 こうキャッチーなワードではありますけれどもしっかりとプロフェッショナルとしてのです、ね、こだわりを持って働ける方10ではなく12 120%のクライアントの価値創出ですとかあとはですねさっきあった「資産を高く持つ」サラリーマンにならないとよく言われてますけれども社長ですとかそういった資産を持って意思決定だとか事業の考案だとかそういうところで当たってもらう。 で最後、これはかなり重要かもしれないですけれども、まあ、その中でみんなを大切にする、一人業界にならない、えー、プロフェッショナルとして、えー、メンバーを、えー、まあ、尊重しながらですね、やっていくという、この3つがですね、我々のえっ、ー、とまあ、行動指針、求めることになっておりますので、えー、ぜひぜひ、えー、こちらですね、ご意識いただければなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと面白かったんで、くしゃみ出していただいていいですか。<laughs> これなかなか本当特徴的ですね。これはいつ頃から設定されているものなんですかと？これはですね。創業以来ですね。あ,あの、なるほど。はい、行動指針ンとなってますね。そのまあ、創業当時ということはもう山添さんいらっしゃらなかったと思うんですけど、はい、まあ、なぜこういう3つが設定されているかというのはご存知ですか？いや、それはですね。まあ、私も詳細はあのご存じ上げないところではあるんです。けれども、まあやっぱりですね。これって。でもあの何でしょう？ 我々が標語として打ち出しているだけで、まあ、これは本当に汎用的な要素だなというのを私は個人的には感じています。でやっぱりこうあの持続的に価値を提供していくという上ではですね、まあ、今の価値に満足しない。 えーまあ、しっかり120%上乗せしたものをしっかりこう還元するようなプロフェッショナルとしての姿勢ですとか、まあ、やっぱりその中で,です、ね、トップランナーとして駆け抜けていくためには、まあ、やはりこ,うこなされた仕事ここの手前にある課題だけを解くだけじゃなくてしっかりとこう資産の高い視点で,です、ね、物事を考えて取り組んでいく。でやっぱりこう「身、まあのところはですね実はこれ谷村からも会社,の会社って何であるのかっていうところを入社直後で話されたところ機会もあったんですけれども。 やっぱりこう会社でやる以上一人では解けない課題ってものを、まあ、みんなこうあの集まってですね、えー、と解いていくというところでもあるので、まあ、その中でしっかりこうみんなを尊重しながら。でこれはあの 仲良しよしという意味でもなく、はい、まあしっかりと厳しいことは言いながらそれはこう批判であってはならないし、うん、まあプロフェッショナルとしてあくまでみんなをこう尊重しながらやっていくという姿勢なので、まあ、これは本当にこう汎用的なものをこう巧みにこう落とし込んだ指針だなとは感じてるんですけれども。これはもうあの山添さん個人の考え方で結構なんですけれど、えーまあ、苦と社とみあるじゃないですか。 順位付けするとすると、<laughs> <laughs> 一番はこれかなみたいなのって何かあります。<laughs> まあ、そうですね。あの。一番はこれ、これは本当に選び難くて、すべてをっていうところではありますけれども。ね、まあ、ただ、やっぱり、こう、社長意識っていうのが、まあ、すごく大事かなと、私個人的には思います。うん、あの、これは何、なん、なんでしょう。まあ、みんな全部大事という前提で、まあ、皆さんが、あの、まあ、ご視聴いただいて、皆さんも今後ですね、社会に旅立つところかなと思いますけれども。 やっぱりこの社長意識っていうのでこう自分がこう手元手元ばっかり見てるとこう視野もこうどんどん狭くなっていてなかなかこう社会に対してどんだけインパクトを出せてるかとか。 まあ、あとはこの仕事って何に繋がるんだろうと思うこともあるかもしれないですけれどもしか、ね、やっかりと資産を高く持つことで、まあ、ビジネスパーソンとしての価値というのも上がっていくでしょうし、まあ、仕事もかなり楽しくなるかなと思うんですよね。うそうですよね、えー、なので、まあ、私は結構あのメンバーとか自分のチームのメンバーにはやっぱ資産を高く持つという意味でもですねあの日頃から社はしっかりこう狭くなりがちなのでうん、うん、意識するようにとはあの伝えているところであります、ね、はいありがとうございます ちょっと3年目、4年目、5年目みたいなスライドもあったと思うんですけどそちらもちょっと映してもらえると、はい、それですね非常に資産の高い社会的意義の高い話をしていただいている中恐縮なんですけどどうしても左上の600万って気になっているんですけど、ええ、これは新卒1年目からという。まあそうですね、まあ、あの本当にここはあの 何でしょうまあ、会社としてもしっかり成長していく中でかつあの成長のドライバーとしてやっぱり人材課題かけって,て挙げさせてもらった通おり、まあ、そこに報いていくというのはあ,のありますし、まあ、あとはですねやっぱ新卒からというのもあるんですけどこれはもう皆様方に対する期待しっかりこう新卒のメンバー今までもあのいますけどしっかり価値を出していただいているところでありますし、まあ、今後もですねそういったメンバーに成長していただいて、まあ、企業の,あの、まあ、よりこう最前線での成長っていうのをですね 担、えーまあ、って頂ければなと思ってますので、まあ、そういった期待もあの込み込みっていうところで、えーとまあ、こんなオファーになってるかなというところです、ねなるほどまあ。まさに本当人に対する期待値というところだと思うんですがあの会社として非常に強いプラットフォームブランド力あるいはこれまで蓄積されてきたノウハウ・ナレッジあると思うんですが、えー、そのプラットフォーム強いものがあったとしてもやはり個々の人によるというところなんです、ね <laughs> ですね、そうですね我々はそこは強く思ってます。であの、まあ、まさに今あのこう一つこう、まあ、我々のコアな事業部の中でも、まあ、コアな事業の中でも新しいユニークな価値を生み出していくっていうのが成長の,あの一つだというのをあの先ほど触れたんですけれども、まあ、あのそ,れをそれを私自身やっていてですね、はい、やっぱりこうデータがたくさんあるのは分かるで、えー、と活発なこの会員パネルがあるのは分かるんだけどやはりこれをどう生かしていけるか。 本当にここの料理が大事なところかなと思っていて、うん、ま、その中ではやはり。ここはもう本当にコアなところは課題解決力なので、ここは本当にこういったこう。プロフェッショナルな人材というのはもうかなり重要視しているところですね。まあ、なんかよくなんか、あのまあ、うちの会社の中でも話すんですけどもまあ、美味しい材料を揃えたとしても。はいまあ 一一流ななな級品な料理ができるかかわらない、うん、やはりそこは料理をする人の腕だとかそういったところが非常に重要であるというなんかそういう意識のもとでですね、まあ、我々はアセットも強いですけどそのの人材とといいううは非常に重要視してまますす、うん、なるほどありがとうございます山添さんご自身がまさにこのスライド右側のさらにもう一個もこう5年目に入,る、ね、入られたというところだと思うんですがやはりこのご自身の経験も踏まえてお聞きしたいんですが最初の3年はあのコア事業である製薬会社さんのマーケティング支援に従事すると。うん いうことはやはり重視されているということなんでしょうか。そうですね。まあ、あの、かなりこう成長の曲線としてもですね。高い、あの、高いというか、こう、ぐっとこう成長できる期間かなとも思いますし。はい。まあ、その中で、まあ、一つこう。 のの事業の創出点でもありますし、まあ、コアな事業部なので、まあ、業界だとか会社だとかって解像度を高めていただくその中でもあの、まあ、大きなプロジェクターとかに関わってもらうことによって、まあ、そういう個人の技量みたいなところもしっかりと伸ばしながら人を巻き込んでそれを動かすというのを非常にこう濃密に体験できるようなうーまあローテーションかなと思うので、まあ、この3年というのはそういう意図も含めてですので非常に成長としては重要なところかなという。まあ現場のお客 サの課題感の理解っていうところもそうですしです、ね、プロジェクトの進め方課題解決の仕方みたいなところを身につけるという意味でもそうですしというところですかねそうですね、はい、ありがとうございますあのいろんな研修だったり OJT だったりこの3年間だったりあるあると思うんですけれども、うん、山添さんご自身があのご自分の成長のにとってまあ、この制度この風土が一番役に立ったなって思うものってどれですか まあそうですね。あのまあ、もちろん私としてはあの最初のですね初期配属の時の研修っていうのは、まあ、非常にこうあのキャッチアップする上でよかったかなと思うんですけれども、うん、やっぱりその後が大事かなと思ってます。でやっぱ成長できる上でっていうのは、まあ、我々はあの結構メンバーを信じているっていうところもあるんですけれどもしっかりこう誰が言って だではなくて何を言っ確かに、はい、一番プロジェクト現場に近いメンバーとしてそこを強く求められているし自分発信でやっぱオーナーシップを持って動かすっていうまあそれをこう尊重するえこの文化だとか体制っていうところもありますしであとはですね結構うちの会社ってあの階層もそんなにこう多くなくで上の人間との距離も非常に近いんですね。 そういう中では、やっぱそういう,こう一線級のメンバーだとか、よりこうまあ意識はしてますけども、より自分より資座が高いメンバーと、やっぱり近い距離で働くことによって、自分の資座とか、できることだとか、そういうのも引き上がってくるかなと思いますので、この2つっていうのは、ですねこの2年目、3年目、特にですけれども、非常にいい成長機会かなと思ってますねまさに社長の目線を持ってと、うまだまだ足りないことかもしれないですけどもいえいえいえ。<laughs> き込ままれていいいくとととうことかなと思います、えー、あの会社として先ほどの AI だったりグローバルだったり含めてこれからまたまた新しいことをどん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 やっていこうというところだと思うんですが新卒および若手の皆さんはそういった新しい領域にはどういうううい関わり方がででできるものなんでしょうかそうですね、まあ、特にこう新卒だからこの関わり方をしてくれだとか、えー、そういうことは一切ないんですけれども何でしょう 新卒だからチャレンジできないということはなくて、まあ、むしろです、ね、そこにこうプロアクティブに積極的に課題解決に当たりたいという方に関してはです、ね、そういった機会も続々あるタイミングですし、まあ、それを尊重する文化でもあるのでもう主体となってです、ね、こはぜひあの邁進していただければなと思っているところであるので、まあ、そういう本当主体としての働きというのを、まあ、皆さんには将来的にも期待するところでありますはいいありがとうございます。 本当に素晴らしい環境だと思うんですがあえてちょっとこういう人はうちの会社にはちょっと向かないかもしれないなというタイプを挙げていただくとすするとどうううででしょそねあの、まあ、さっきのくしゃみみたいなのをしっかり体現できるっていう前提もあるわけなんですけれどもなん、まあ、でしょうやっぱこう我々って先,先端をこうしっかり作っていかないといけないですし、まあ、あとはやっぱり業界のスタンダードを作るのでやっぱりこう まあ今までの慣習から飛躍したものを導入していくっていうのはすごくこう自分が一番こう解像度を高く持ってえいろんな人を巻き込んでいかないといけないしっていうところもあるかなと思うので何かこうんるやっぱこういろんなフィードバックももらうない、まあ、しはうう業界のトレンドだとかさまざまなことをしっかりキャッチアップして学んでいくでそれを地肉としてえ高い下で事業に落とし込んでいくっていうのがあるのでまあやっぱりしっかりそこをできる人。 まあ、あの、っていうのは、非常に、あの、まあ、その重要な。点かなとは思いますね。はい、ありがとうございます。はい、個人的に、こう、新卒で入ってきてくれた人には、なんか、こういう動き方をしてほしいなとか。こんなことをやってくれると、嬉しいなみたいな、何かありますか。まあ、そうですね。でも、あの、まあ、私も、なんか、結構、こう、メンバーとかにも、言ってるのは、まあ、しっかり、こう、楽しくですね。えー、くしゃみっていうのを、まあ、あの、ぜ、あの。ここは重要。 ししながらも、まあ、この課題解決っていうのを楽しみなさいよっていうのはよく言っていてやっぱメンバーだからこういう仕事しかしちゃだめとか逆に上の言うことを聞けっていう文化っていうのはうちの会社にさらさらないんですね。なのでやっぱりこう一番自分発信で、えー、と逆にメンバーの時って足りない要素っていっぱいあるじゃないですか。まあそうですよねやっぱ人の力を 器用に借りながら、うん、全部解ける必要ないんだから、自分発信で楽しみながら課題解決をこう動かしていこうね。っていうのは言っているので、まあ、なんか？そういう主体性を持って取り組んで楽しめるっていうのは、まあ,あのいい環境かなとは思いますね。はい、はい、ありがとうございますえー、そろそろお時間迫ってきたんですけれども、はい、先ほど先行のご案内いただきましたが、もう一度いただきますか？はい、改めてですか、ね、はい。ありがとうございます。はい、と、先行のスケジュールと振り返っていただきましょう。はい、はい、ありがとうございます。 足元ではあるんですけれども、まあ、11月12月にまたがってですね、えーとまあ、秋冬、まあ、ジョブというところで,ですね、えーとまあ、会社説明だとか、まあ、あとは実際にこうあの参加いただくような企画も含めた、えー、ものを用意しております。でまあ、今回ですねご説明させていただきましたが結構我々授業もたくさん持っていて、えーまあ、かなりですねもっと濃い内容というものをあのここではですねお伝えできるかなと思いますので、えー、ぜひぜひフルってのですねご参加をお待ちしております。 でえっと、外出活の方でもでも、ね、エントリーを受け付けておりまして、えっと、一応です、ね、11月の初旬まであの期限を設けさせてもらっているんですけれども、まあ、なかなかこう日程的に猶予があるものでもないのでぜひぜひ興味を持っていただいた方はもうあの今のタイミングからです、ね、少々応,募あの応募いただけると嬉しいいかなと思っておりますはいはい、ありがとうございます。 最後に山添さんから今日ご視聴いただいた皆様にですね、メッセージをいただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。もうじゃあ、スライドがご用意していただいておすかね。いかねはい。はい。あの、まあ、いろいろと会社説明させてもらいましたけれども。 まあやっぱりこうあの皆さん働く上でですねあの仕事っていうのはあの大きい人生の大きい割合を占めていく中でやっぱりここをですね、まあ、楽しみながら、まあ、より高い難易度の課題を解いてあのインパクトを大きく出していくっていうのが、まあ、一つのなんかあの楽しみ方かなと個人的には思ってます。 まあ、M3 ですけれども、えーまあ、最初ですねそういうコアな事業部で、まあ、ある種まあコンサルトは書いてますけれども課題解決ですとか事業創出をしっかり身につけていただいた後さ、えー、まざ、あ、まな広がりを持ってキャリアを形成いただけるかなとも思いますでその後はあのはグループ会社含めてたくさんの経営機会とも提示させてもらったので、まあ、そういうオポチュニティもありますのでぜひあのそういったところでチャレンジしてみたいですとか、まあ、我々の理念に共感だいた方はお待ちしておりますので。 はい、あの一人でも多くの方と、あの将来ですね、働けることを楽しみにしております。はい、本日はありがとうございました。はい、山添さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。